フランク・デュリックスは、フランス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。地元クラブからオリンピックリヨンを経て、1988年に A.S. カンヌに移籍。首相を務めた1993から1994シーズンは6位進出に貢献し、フランスフットボール氏のエトワールドールも受賞した。しかし代表には、1994年に、 ユーロ1996予選の代表候補合宿に招集されたのみ。ただ、自分の絶頂期に代表に加われなかったことを、能力を見極める力が代表にないとし、ある時期以降は候補招集も拒否していた。1995年、アーセン・ベンゲルから誘いを受け、J リーグの名古屋グランパス8に移籍。ここでは、朝野哲也とセンターハーフを組み、ストイコビッチ、トーレス。 柱とと共にチームの中心選手として活躍、チーム史上初のメジャータイトルとなる天皇杯の優勝に貢献した。1995年3月25日のジュビロ岩田戦で J リーグ初ゴールを決めた。1996年10月26日のジュビロ岩田戦のゴールが J リーグでは最後のゴールとなった。J リーグでは通算72試合16ゴールの成績を残した。 対談後は、スイスのセルベット FC、フランスの FC 訴訟、A.S. カンルでプレー。2002年に現役を引退した。選手引退後はフランスで多国籍料理のレストラン経営を行っていたが、2015年にベトナムに渡り、ホーチミンに新設されたヌーテフード JMG の全寮制アカデミーで、ダイレクターにつき、若手選手の育成に努めている。 2018年6月にはベトナム人女性と再婚した。その他の公式戦。ありがとうございます。